はい、皆さんお疲れ様です。今回もまたニーヤやっていきたいと思います。よろしくお願いします。で、前回はね、ロボット山に行くか神話の森に行くかという選択肢で、また神話の森にね、行くという選択肢を選んで、神話の森に、実際聞いてね、そこまでカットしておきました。特にね、移動のところに変更点はなかったので、さてやっていきたいと思うんですが、どうかな、このまた文章を読まないといけないのかなぁと、突破じゃないです。カットできなかったかなぁ。さて、話を聞きに行くとあれか。じゃあロボット焼き、まあ行きましょう。よし。では、撮ってる時間はちょっと長いですけど、うん、カットしてだいぶ短くなってると思うので、このままね、この足でロボット山に行きたいと思います。なんだこれ、マーク出てるの。あ、下か。私のマスターも死んだ。何百年も前に私残して、正確には874年10ヶ月14日4時間43分前だ。寂しい。そのような行動は命令されていない。私は泣かない。クレオ、死ぬ。殺す、殺される。クレオ、殺される。ダメ。クレオ、P33、守る。
P33 守る仕事クレオ守る仕事ここならいっぱい機械がありそうだね。これだけあっても使える機械はほんの一部さ。見て見て、こっちはまるで新品だ。慌てるな、足元に気をつけて。大丈夫。まずい。大きな音を立てると今みたいな事故が起こる。侵入者1名事故で死亡。ロボット山か。あの兄弟に話を聞いてみよう。何か知っておるかもしれぬしな。はい、ということで、また続きやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて、ここの会話は同じだったかな。あれですね、武器の強化の依頼をするために来たんだったかな。あ、そうだそうだ。で、アイテムをね、また取りに行くんですね。これは持っている武器のようだが、2回目だからいろいろあるんだってありましたね。こういう会話もありましたね。こういうの面白いですよね。よし、では、形状記憶合金はすでに一つ持っている余りがあると思うので、1周目で獲得した分の、確かだから工場内に入ったらすぐ引き返せばよかったのかな。うん、なんかそれで省略できた覚えがあるんですけど、どうだったかな。合ってますね。兄は死んでしまったか。まだ若かったであろうに。商売のため人や荷物を乗せて水上を行く乗り物。クレオのおかげ、私に言葉たくさん教えてくれた。知らない世界を教えてくれた。似た者同士一緒にね。
実はああいう関係が確か、あ、どうかな、ちょっと数日ねプレイに、まあ間が空いてしまいましたけど、多分一緒にしてるかな。前の録画した時にもムービーが一部入ってましたよね。実はロボットと魔物にああいう関係があったという、今回は無料でいいですよと。はいはいはい。これでこのあとポールのところに行くんだったかな。ですね。でその後崖の村に行くんですね。よしよしよし。本当はですね、崖の村が終わったところまで一回録画していたんですよ。でもなぜかね、録画してチェックしに行ってみたところ、なぜか多分調子が悪かったでしょうね。たまにあるんですよね、録画のソフトの調子が悪くて、画面が真っ暗で、ね、何も録画できていなかったっていう。ね、ちょくちょく訪れとかが発生していたりするんですけども、まあ、ちょっとね、そういうの疎いので原因はよくわからないんですが、それでね、実は今2回目のテイク2ということを取り直しているところです。たまたまね、近くでセーブデータを分けて作っていたので良かったんでしょう。これやっぱりやっておくべきですね。セーブデータある程度分けてじゃないと大変なことになるところでした。取り返しのつかないことになるところでしたね。ストーリー実況っていうのかな、だからこういうのは難しいですね。そういうことがあっちゃうと、本当取り返しのつかないことになるので、セーブデータは小分けにしておくべきでしたね。最初からそうしておきなさいよっていう話でしたね。さて、確か崖の村から手紙が来ているのかな。微妙なところだろうな。崖の村が終わるところまで一つの動画に収めるとちょっと長くなりそうだな。ですね。ポール様がお問い合わせの「にえ」という言葉についてですが、村の中に知る者がいるようですと。はいはいはい。これは結局ポポールさんたちのによって仕組まれていたってことでいいのかな。そう解釈してるんですけども、なかなか奥深いですよねこのゲームも。あの村の者たちが店を出すとは、はい、これ合ってる。随分と心境の変化があったことだな。よいしょ。変化したのは本当に心境なのか。入れるか。私には信じられ。戦闘はどうなんでしょうね。あ、でもそうか、戦闘もね、一部変更点があるんだったな。私たちは望まない。不要な戦いを望まない。このまま人と共存することができるの。このまま穏やかに暮らし続けられるだろう。だが、あの男がやってくる。そうだ、あの男がやってくる。女も子供も皆殺しになる。どうすれば、一体どうすればいいのだ。今のがあれですね、村の人たちの声ですよね。村長の家に行くんでしたね。一番高いところだったかな。なるべくねこの辺りは同じ展開なので、サクサク行きたい。ここでよかったよね。細かいカット何度も挟むのもね、それもちょっと疲れるかなと考えてみたりしていて、どうなのかな。
あ、懐かしいですね。なんかこの辺りであのはしごにかかる手の形についてなんか言ってた覚えがある。後で自分で見てしょうがないなとか思ったりしてましたけど。この村はおしまいだ。はい。で、どうするんだったかな。真ん中に行くんだったかな。あ、そうですね、あそこですね。こっち側からはいけない、やっぱりこっちか。こっちへ行って、おっ、ぴったしはしごに捕まれたな。あ、そういえば村の人たちに会話してなかったな。ちょっとやってみますか。借り出る前にはちゃんと道具で揃えることが、あ、そっか、この辺り変えたんだ。特にないな。まあまあいいか。この人は何だろう。いや、へえ、畑そういえば開放しないっていう。月の涙とかありましたよね。こんにちは。お、種か。月の涙じゃなくてこれだったかな。白色のやつがすごい難しかった覚えがあるんですけどね。確率がものすごい低かったんですよ。あ、これはでも後で変えたはずなのでまだいいかな。てか変えませんもんね。この辺りもまた後で買わないとな。よし、あ、この辺りも買い直してみる。手紙を出した人知らないと。この人は、はいはいはい、手紙か。聞いたことあるような。知ってるのか。ないような。どっちなのだ。ところであんたはカイネさんの友達かい。そうだな。噂には聞いてるよ。魔物狩りをしてるんだって。しかりこの村の魔物も全滅できるものならしておきたいところだ。そうか、全滅か。全滅、全滅。シロ、分かっておる。魔物だ。くそ、罠か。見ろ、我の気を取り。帰りが遅いから迎えに来たぞ。すまん、祭りになってしまった。私も参加させてもらおう。殺人祭りだな。カイネさんの村の人たちは魔物に乗っ取られてます。でも全員じゃない、人間も混じってる。さて、全部の敵を倒さないといけませんでしたね、確か。よいしょ。この辺りもね、危ない、ナイス。この辺りもね、特に変更点ないのかなと思ったら、意外とね、あのテュランっていうね、あのカイネの中にいる魔物との会話があったりして、意外と変更点があったんですよ。逃げるんだ。やだよ、姉さん置いて逃げられるわけないじゃないか。カイネ、そいつら。女の方は魔物だ、騙されるな。姉さん、姉さん、お前たちこそ化け物じゃないのか。お前の姉さんはもう魔物になってるんだぞ。魔物だろうが何だろうが、僕の優しい姉さんだ。
カイネ！やめろ、やめろ！姉さんを傷つけるな！なんだこれは。それでは我らの方が。カイネさん、危ない！殺せ！こいつらを殺すんだ！お願い、やめてください！僕たちはあなた方を魔物から守ろうと。やめてください、お願いです。エミール、脱出だ。カイネ、カイネ、立て、立ってくれ。おい、おい、いよいよ壊れたか。俺の出番か。それで本当にいいのか、カイネ。やめろ、やめるのだ。俺たちの平和を邪魔するな。俺たちは守る。さて、申し訳ないです、ムービー君ちょっと雑になってしまったかもしれません。こちらで村人が襲われておるぞ。さて、アイテムがいっぱいか。もうちょっと申し訳ない、引っかかりました。あの黒い魔物の声がね、聞こえるようになった。B 分岐になって、なので1周目ではちょっと待って、よいしょ。あ、これガードできないかな。いてお姉ちゃん、お姉ちゃん。ごめんなさい、間に合わなかった。いて、申し訳ない、申し訳ない。アイテムがいっぱいだからこの辺り使っておこうかも。ちょっと待ってくださいね。おまけに魔法が発生。そうそう、でね、B 分岐2周目から魔物の声が聞こえるようになる。これがなかなかプレイしていて辛くなるんですよね。さて、何かを感じるぞ。ちょっとまだ回る、魔法が足りないな。キョ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 。これを攻撃で壊すと回復するんですよね。ちょっと当たってない。申し訳ない。合体した魔物の力、ちょっと俺式の魔法弾幕ごときで臆するでない。いるんだら負けだぞ。ぐらいで打っておく。あの目の中心から魔力を感じるぞ。あの黒い帯のようなものがね、魔法を通さないので、よいしょ。この人たち本当は獣
躊躇してはならぬ。奴らはもはや魔物なんだ。本物をいくら倒したところで本体を倒すことはできぬぞ。それ今だ。奴を中心に魔力を集中させよう。魔力が足りない気がする。いけるかな。もう一発打たせてちょうだい。痛い。あ、まずい。これはまずい。間に合うか。オッケー。ギリギリ。移動しろってなるはずだった。もう先に回っておきましょうか。間に合え。僕がこいつを釘付けにします。弱点が裏に集まっておるぞ。高い場所から攻撃せよ。ちょっと待ってね、エミール。エミール。薬草使っておこうか。ここは僕が食い止めます。今なら、あいつを後ろから狙うことができるはずです。回り込んで倒してください。お願いします。こうやって魔法弾とかしてるとやりやすいです。やつの後ろに回り込むぞ。よいしょ。ちょっと危ない。少しか。やったか。やつは奥に逃げた。この辺りからちょうど買ってきたはず。よいしょ。分かった。エミ、あまり無理をするな。くそ、あれだけの攻撃でまだ動けるのか。合体したやつの生命力は侮れんということだ。今日降りてきた。僕と一緒にあいつに力をぶつけてください。わかった。それ、
けどエミールは俺たちを救ってくれたじゃないか。エミールがいなければ俺たちは死んでたよ。ありがとう。でも僕いいんだ。振り向くな。